青コーナーよりマルチダメージ入場。テレビ。才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。赤コーナーより選手入場。さあ、アメリカの超大物、この男が入場してまいります。丸藤さん、頑張れ。ベストオブザスーパージュニア公式戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、丸藤、176センチ、88キロ、丸藤。赤コーナー、エディットレスミスナガ俊一、丸藤、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを振りかざします。長田ロックで顔面を締め上げます。蹴ってまいります。腕を取ります。腕を殺してまいります。ガードします。そのまま膝を決めていきます。掴んだ、膝を使ってまいります。ストンピングです。ヒールホールドで決めてまいります。こうやってプロとして戦っていますとね、どこかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも
泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。そのまま固めます。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。組に行きます。逆に倒します。起こします。腕をフックします。さあ今宵もこの男のグレードの高いレスリングというものが展開されるのでありましょうか。その的確なレスリングテクニックで常にファンを魅了していくこの男は一瞬たりとて見逃すわけにはまいりません。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。抱えます。スープレックスを見舞います。引き起こします。バックに回ります。永田ロックに移行してまいります。ロープブレイクです。ロックアップ。逆に投げてまいります。エビに固めます。カウント2つで返してまいります。抱えます。ノーザンライトから一気に嬉しげに移行する。腕を取った。腕折りか。今ブローに入りましたよ。これブロッキー状態か。ドロップキック的確であります。組は逆に返した。立たせていく。リバースで返した。トゥーカウント。フロントキック。首根っこをつかんだ。あっと逆に蹴っていった。いけるか。投げていった。チョップ首筋。エビに固める。カウントトゥー。掴んだ。2位を突き上げる。抜くのか。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。ここからペースを持っていきたいですね。キーロックで締め上げていく。ロープに逃れました。あと逆に大チャンドンだ。腕を絡めて抑え込んだ。カウント2つ。惜しい。あとデンジャラスなパンチ。ブロックした。頭を掴んでピンポイント。膝。全体重を乗せたエルボー。腕を取った。あと逆に切り返した。腕を壊しに行った。エビ固めで抑え込んだ。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。ガードした。引き起こす。今顔面に入りましたよ。危ない状況か。エリボーを打ち込む。させません。抱えた。キック。足を殺していった。させません。腕をフックした。打たせない。ガジェット組み合った。首固めに持っていく。